今回も、サンズオブザフルト、プレジーいたします。ソニック、イエス。前回ね、これの設計図を取りに行きました、前回。ほんで、古代の鎧をゴールドアーマーに進化させました。そうすることによって、最後の扉が開くと。ということで、今回はもう最後の扉を開けに行きたいと思います。それでは行く。ワンチャン今日でラスボス戦うかもな。てか、そうやな。戦いに行きます。この刀で。ほんなら、最後の高級バンカー行きますか。で、お姉さんとはちょっと仲直りできたっぽいよな。前回喧嘩してたけどな。なんか雪山で、なんか固まってたから俺が切りまくってたよな。一回ダウンさせたりして。で、ちょっと有効度下がったっぽかったけど、またプレゼントくれるようになってたから、多分大丈夫やと思う。で、この有効度によって最後のエンディングとかは変わったりするらしい。で、家は結構壊されてんのよな。前回食人ちゃう。ミュータントの大群がこれ作った時も来て。とりあえずね、夜なんで寝ます。一旦。はい、済み。寝ると。おはようございます。食人島生活もついに72日目でございます。おはようございます。じゃあ、行きましょう。家がぶっ壊れまくっとる。いや、もういろいろガタガタよな。こういうのはケビンが来なな。ちょっと直せへんのよな。直せへんというか、ケビンの方が直すの早いから。ほんで、ボーンメーカーとか大量に設置したんよな。ほな、行きますか。腹減りがやべ。エナドリで行っとくか。高級バンカーエナドリとかようあるからな。あ、でこれアーティファクトも揃えてから行った方がええんかな。あ、どうなんやろ。あー、アーティファクト揃えてからの方がなんかエンディング変わりそうやな。じゃあ最後のちょっとアーティファクト先探しに行くか。あ、調べたら、なんか俺もう、全部のアーティファクトは持ってるらしい。ほんま7個やねんけど、なんかもうラストの1個は、ラスボス倒した後ぐらいに入手可能になるらしい。あ、お前ら。あ、もうだるいことしてくれてんな。しんどく？はい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 、そいせいせいさい、はいせいほいせい、はいせいそいそいせいせいせいさい、そいせ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 い、ほいしょ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 い。よし、じゃあ行こう。高級バンカーは、あ、こっちから通ってた方が早いか。ぴょん。あ、デブが走ってた。お疲れー。お、待って、で、うわ、なんか出してるな。うおー。立ってるやん。死んだ。あ、飛んでたぞ。立ってんの初めて見たんやけど。で、ここなんかあるん？お前。なんもなさそうやな。うわ、バッテリー。あ、もったいねー。うわ、家の棚置いてきたよかった。ゴミやん、ここなんもねえやん。うわ、景色ええなー。ぴょい。あ、下に掘るやん。食事めっちゃおんねんけど、下に。ほっとこう。2回目全クリしたらどうしようかな。拠点完成させんのと、あとなんやろ、まあ、散歩とかちょっとしてみたよな、ゆっくりと。まあ、基本拠点作りになると思う。さて、行きますか。ここや。ほんなら行きますか。いやー、長かったな、フォレスト。半年やったぞ。なんやろうな、半年やってるけど、遊び尽くせてはないよな。まあ、遊び尽くしたか。遊び尽くしてはいるけど、完成度かな、拠点とかの。で、ちょっと分岐できるように、一応別枠でセーブしとくか、これ。よし。新規セーブで、全クリでいいか。で、このデータに全クリのデータを入れていこう。あ、ほんでこっちはセーブしとくか、普通に。レッツゴー。来たよ、ティミー。持ってきたで。There's gotta be a way to open this. A key. Something. さあ、開くっしょ。ドゥーン。Something's happening. 来たで。Stay close. 近くに来い。お前、行くの早すぎ。ちょっと待って。ゴールドアーマーで行きたい気持ちはあるんやが、不気味な鎧がな、剥がれちゃうのもったいないかな。ちょっと待って。ティミー、早すぎ。どないすんねん、こいつ、あいつ爆速で行ってんぞ。お前、ミュータン取ったらどないすんねん。すげえ、NPC が増えた。この場所は何？ちょっと待ってくれ。金色化してる。え、こいつ戦ってくれんの？もしかして一緒に。お前、バカザコイやんけ。あ、来いよ。いや、もう十字架で行くか。もう十字架で行こう。こいつらめんどいわ。あった。弱すぎ。マジでこれで終わんねんで、こいつら。はいよ。
あ、痛い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 。ティミー雑魚すぎやろあいつ。はい、死んでください。もうめっちゃおるぞ。よし、お前刀でやったら。お前生きとん。何お前、貴重。十字架でもおもんないよな、十字架で行くの。見応えねえから、刀で行こう。あいつ倒してくれてるやん、ちゃんと。ティミー。ティミー。他のとは違う？じゃあお前、ちょっと歩いてくれや。俺、ゆっくり見たいねん、この洞窟。お前もう、だるいって。アホやん、あいつ。ちょ、下見てみよう。マジ？なんで？死ぬの？これもう死なれんくなったやん。え？え？なんか左おらん？あ、俺のか。ふっ。まあまあ、死ないやろ。うわ、ちょっと待って。はあ、不気味な鎧全部なくなった。ああ！これいける？戻ろうかな？いや、いや、行こう。ゴールデンアーマーで行くか。不気味鎧全部なくなってら。くそ、あいつ置いてきやがった。落ちたらあかんな、これ。死ぬわ。待ってくれてるかな？あ、戦ってる、戦ってる。銃声がする。くそ。邪魔へねん、これ。なんであいつ、あんな爆走ション。これ、あいつに任しとってよくない？あかんのかな、これ。弾ちゃんと当たってるかな、あいつの攻撃。なんか俺のとこ来たわ、一匹。こいつ殺そう。火力マックス。たくさんの死体？どこ見ててんの？ほら、こいつ待って、腕普通に戻ってる。あ、自由自在なんかなあいつ。ヌーベイみたいな感じ。あ、ヌーベイでも自由自在じゃないか。腕普通になってたぞ一旦。グラ綺麗わ、グラフィックね。あ、やってるやってる。ちゃんとティミー殺してる敵を。やるやん。よし、ゴーゴーゴー。よ、よ、こんな悪魔出てくる洞窟で全力疾走できるで。いや、いいな、これ前回にはなかった要素やぞ、ティミーと一緒に行くの。え？あー、みんなこうなっちゃったんや。みんな黄金になっております。ティミー待って。ちょっともうちょっと俺ゆっくり進みたいんやけど、こういうやつおらん？友達とやっとうときさ、ホラーゲーとか。めっちゃズンズン進んでいくやつ。ホラーゲーやのに。もうちょっと見たいねん、俺は。古そうだな。そやな。ガンガン進んでるって、マジで。そろそろちょっと不気味な鎧でいっとくか。満パンなる、ロックか。よし。なんかあった。もうほら、あいつがさっきさっき行くから、もうこういうの見逃してまうやん。あ、やってんな。ちょっと俺メモ読んでるから、お前頼むわ。え、私が邪悪であればあるほど、その中に宿る怪物はよりグロテスクになる。うったいて、もうええて、ちょっともう。だるい、もう。うわ、腹立つ。いやいや、このゴミ。え、心が邪悪であればあるほど、その中に宿る怪物はよりグロテスクになる。次元の上昇、エペソ人への手紙。心が邪悪やったら、そらな。あ、怪物ってそういうこと？こいつは化け物に変身するやん。だから邪悪なやつほど怪物化が進むんじゃない？あ、だからティミーはええやつなんか？え、なんこれ？埋まってんねんけど。ちょ、誰もあいつどこで殺してんねん。ティミーええやつやからさ、腕だけで済んどんじゃない？邪悪じゃないんじゃない？心が。よし。うわ、ごめんね。もうこれ、俺壁埋まるんちゃうん、これ。うわ、俺壁入ったかも。あ。もうこのゲームやめていい、マジで。なにこれ、もうええて。あ、出れへんわこれ。いや待てよ、チートで脱出しよう。ああ、オッケー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 。こっからって全然いい。入り口に戻ってきました、バンカーの。銃と爆弾以外で戦うか。なんか爆発屋とかはありにしよう。爆発屋かっこいいからな。なんか爆発屋はさ、現代武器っちゃ現代武器やけど、まあ、あれはありな範囲じゃない。いや、どうしよう。やっぱ近接だけで行ってみるか、一回。死んだら考えるけど。じゃ、一旦近接だけで行ってみよう。
あ、これさっき挟まったとこじゃん、ここ。あ、そうやわ。よし、追いつくぞ、もうすぐ。ティミー、どこまで行っちゃった？ああ、またピカピカになった死体が。ああ、十字架持って死んでる。こいつもや。ソラフィット鉱石になっとる。ティミー！いや、前から来てるな。なんかおるぞ、あそこに。あ、ここにもおるやん。いやー、結構おるな。いや、これちょっと十字架使わなきちいかも。いや、どうせボス戦でショットガン使えへんのやったら、こういうショットガン使っちゃおう。あ、リロードできてない。はい、はい、はいよ。はい、ザコ。はい、ザコ。いや、この数はでも、さすがに十字架使うのは無理かも、これ。これ十字架使うのは無理や。めっちゃおる。十字架使っても、十字架使ってもちゃんと立ち回らない、きついぞこれ。はい、はい。そしてひるんだところをズバ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 。もうええわお前、死ね。もうええわ、死ね。全員切り刻んだら。くそ、マグマうざすぎ。よし、お前まだ生きてんやん、死ねよ。死んだと思って倒れててもなんか急に立ち上がる、こいつらフェイントしよる。ティミーどこまで行っちゃった、全然おれへん。前からまた来てんな多分。あぶ、よし、でかい3発ぐらいで死による。あと1発やろお前。よし、スタミナがきちいな。刀でもいけるけど無駄。あやー、こいつらでもパリできるわ。戦闘中はあんまダッシュせん方がええかもな。スタミナがどんどん削られていくから攻撃に回せへんくなってくるよな、スタミナが。走り回ってたら俺が。あ、いった。いや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 、意外と不気味な鎧溜まってねえか。一回全部なくなったからな、さっき死んで。なんか光ってんな、ソラフィットが。よし、ソラフィットが光り輝いております。いや、ティミー酔ったな今。めっちゃおる。いや、いける。待って、こいつらの倒し方分かったかも。言ってよ、この伸ばしてきた足を切んねん、ほら。で、俺神かもしれん。ここここここ味方同士で死んだ。で、全然ダメージを与えられても気にせず、この立ち回りで。よし、え、来いよ。つえー、俺。え、ラスト1匹。ここ。やるやん。ここ。ここ。はい。振ってこいよ。ここ。はい、ここ。うん。ゆっくり後ろ下がりながら、伸ばしてきた足を切る。集団戦は。1匹ずつなったら、まあ動き見て、いつも通り。この大群ですら俺は刀でいけてしまったわ。前回こんなんなかったな、こんなソラフィットの置物。なんかあるんか、あそこ。あ、ソラフィット鉱石が普通にある。前回もあったっけ。どんどん来る。え、全員死んだで。あ、え、全員殺したで。ちょっとごめん、俺岩掘っとくわ。ソラフィット使いまくったんよ。これ潰したらさ、ビリビリ言わんくなる？もしかして。はい。ほいよ。いいね、結構手に入ってるぞ。あー、もう満帆だった。ティミー、全員殺したでー。遺跡やな、完全に。あー、おるね、おるね。2匹だけ？いや、ボス出てくるね。
ほいよ。見立てみこいつ。動き早いな。ほい。ほこ。ほこ。ナイス。ナイス狙撃。さあ、ティミーやるぞ。来るぞ、デーモンが。来たー。任せろ。うわ、なんかでかなってる。え、ティミー出た。戦っとる、めっちゃいいぞ。ナイスナイス。これ勝てるんじゃん。もうバリ切った、バリ切った。よし、一旦ティミーどっか行った。実験スタミナ回復しよう。よし、行くべ。おいや、よし、オッケー。飛んでくる。うわ、これダウン攻撃もあるんか。いや、うん、こんなこれさ、もう近接なんか無理やろこれ。おいや、いや、いける。そらー、うわー、おらー。ええほんまですかこれ。これって俺強すぎ、これ敵が弱いんか。え、でも俺の動き見た今の。もう思い切って近接で思いっきり刀振ってみたらボコボコできないんやけど。え、ティミー食われた。なんかゴミのような敵やってんけど、ちょっとこの先ちょっと一回どっか保存しときたいな。あ、でけえ。もうこれでセーブできるのでかすぎ。これですぐ戻ってこれる、あの違うエンディング見たくても。よし、一旦全クリ。こっちやな、1の方に。よし、こんなアイテムいらんかもしれん俺も。うわ、弾えぐ。こんなあったん。ほな絶対もう銃で戦えってことやんこれ。これ刀で買ってもらったらどうしよう俺。てかティミーは、うわ来た、最後の門おった。ティミー、 It's time。お姉来るかな、ちゃんと。うわ、お姉来てない。やっぱ仲良くなってなかったからか、切りすぎたな。え、来た、別次元。エンディング変わるんかな。てかお姉おらんけど。自殺教のやつらこの世界に行ってるんか、死んで。なんかおるけど、いっぱい魂みたいなやつらが。ミュータントやん。ケビンしかおらへん。え？ This was supposed to fix me. 修復してるはずだった。It's making me worse. 悪化しとんやん、ティミー。ジャンユーまた挟まってたよな。まあお姉さん、どっちみち俺島残るから関係あるんかな。お姉さんおらんのとおるん。あらまあ、ジャンユーや、やっぱ。で、何を見たんだ。いいよティミー、ティミー。さあこいつに刀一本で勝てんのかどうか。これってさ、この状態で俺家帰れる。オッケー、
さてまず様子見るぞ。よし、オッケー、ミュータント出てきた。もう近接やからマジできるだけ距離近く行く。ずっと詰める、ずっと詰める。スタミナがね。よし、オッケー。こいつらはもう気にせん、まとめて殺す。死にさせー、うらー。よし、オッケー。一旦距離開けるぞ。スタミナ回復して、スタミナ回復させるために距離開けても大丈夫か。まずお前から殺す。死にや。よし、オッケー。待って待って、ゴルフカート乗れる。え、ちょっと待って、カートで戦っていい。え、何でもできるやん。え、乗れる乗れる。え、ちょっと待って。え、バカサイレン鳴ってる、ユノスト。ちょっと頼むから乗らして。さいなら、溶け溶け溶け、おら。よし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 。え、このまま逃げれるんじゃん。あーっとこれで殺したろっと。どこや、いや後ろおるな、なんか投げてきとる。死ねー。よし、あ、車が吹っ飛んでった今。スタミナ回復した、切り伏せてやろう。お前接近あるのみ。マジか、ラスボス終わったわ。マジもっと強くしてくれ。お前らにビビって逃げとんちゃうぞ。ティミーもずっと雪の中寝とるしよ。CIA なんや。え、めっちゃおるやん。お前らそんな近づいたら死ぬぞ。え、隊員が細切れになった。え、近づくな。え、なるほどね、こんな感じになってん。俺は残るよ。ほなな。新しいモード解除されました。自力で頑張れ。え、なんか新しいモード解除されてん。ってケビンは。じゃあな、お姉さんまだ雪山におるな。あそこ行ったらなんかあるんか。行こう。やはり俺が強いんか、なんかもう分からへん。俺強いんかな、敵弱いんかな、どっちやろ。なんかまあ言うて剣吹っ飛ぶだけで勝ったからな。いや、お姉もおるやろ。てか特に前回はお姉と仲良くなってあそこ行ったけど、なんかそない変わらんかったな、ムービーは。まあまあ、あのアーティファクトがなんかうにょうにょしょったのは変わったけど、まあそこに最後のアーティファクトがあるんやろうな。てかアーティファクトが俺を島に残らせようとしとうみたいに言ってたな。なんなんやろ。あ、近づいてきた。あ、意外と山の頂上とかじゃない。え、これ偶然か、食人が近くに行っとん。え、偶然かこれ、お前らここにおるん。え、下に降りれるやん。とりあえずお前ら死んどく。はいよ、とりあえずお前ら死んどく、殺しとくわ。はい、来いよ。もう俺島の主やろ、もう完全に。あんなでっかいもんも倒して。まずもう攻撃力の差がありすぎて。はいよ、攻撃力プラステクニックの差がありすぎて、もう話ならんくなっていた。どうする、これでもお前戦い挑む俺に。勇敢やな。な。はい、ファッキュメン。一緒に行こうか、お前。誰か連れてったるわ、お前。え、
いやバカ腕食ってもだ。え、なんか頭蓋骨いっぱいあんねんけど。よし、一緒に行こう。ちょ、お前死体邪魔やな。ああ、行けんかった。おお、すごい威力が。何があんのここ。あ、一緒に来れてる、一緒に来れてる。すごいな、ここ。えげちいよ。すごいな、食人。あ、お前、いらんわ、頭。開けれん。なんかある。うわ、最後のアーティファクトや。ほう。キューブ作れるぞ。これ行き止まりか。なんもないね。え、キューブ作ってみよう。できた。人工物。なるほど、完成させられる。完成したかったから俺を呼んでたんか、ここに。え、リロードってある。こいつは俺をここに留まらせたんや。え、なんか入れてる。え、これ銃なん。え、何をリロードしてんのそれ。コイン。え、え、撃てへん。え、撃てるのかこれ。なんやこれ。なんか補充したけど、なんかリロードしたけど、なんか撃てるってわけじゃん。ソラフィット鉱石入れたんか今俺。あー、そうっぽい。ソラフィット数減ってる。ほな、ちょっと掘っていこう。あー、じゃあ武器ではないか。ん？バッテリーと同じように耐久力が出てる。バッテリー系武器と同じようにあのゲージが出てた。青色の。敵に対して使う技では、技っていうか武器ではなさそう。帰ってきた。え、でこれどうやって使うん？モード切り替え？ん？何も作動せんかった。え、なんかモード切り替えできる。ちょ、これどんな感じなんや、見てみよう。あ、こんな感じなんや、俺。なんか動いてる。こっちから見えへんの残念じゃない？なんか動いてんの。あ、リロード無理か。うわ、あー、カメラ反対になるんや、これ。ちょっとわからへんね。ほなら、一旦、家帰る？雪景色の水上拠点もちょっと一回帰ってみたいな。てか、おねえ、また山の上おるん。これどうしよう。回収しに行くか、おねえ。これ見せてやりたい、あいつらに。でも人に使うんじゃないってことよな、これ。あー、これあれかな？なんかテレポーターとかあったやん。ソラフィットテレポーターみたいなやつ。それに使うんじゃない？あと、ソラフィットジェネレーターもなんかあったな、そういえば。ジェネレーターって何？発電機やったっけ、ジェネレーターって。ソラフィット発電機みたいな感じ？テレポーターはテレポーターそのまんまやろ。ワープできるんやろ。が、これじゃない？このモード切り替えの、こっち。ほら、飛びそうやん、これだって。ショーンって。あと、ソラフィット系の建造物俺まだ作ってないよな。作れてない奴ら結構あるから、それをちょっと使ってみようか、今度。おねえ、最後バグって切りまくったからさ、一個前の話で。親密度下がったんやろうな。最後こうへんかったわ、あいつ。で、ケビンはずっともう拠点の維持をお願いしたからさ、拠点おるわ、あいつ。こんな緊急事態になっても。お姉のこの壁に埋まってる説バグは何なんこれ。一生会えへんのよな、これ。いや、帰ろう。水上拠点帰ろう。あは、星が綺麗。これさ、ラスボスのさ、ラスボスと戦うとこ。あそこを事前に罠設置できるらしいんよな。今度罠設置してラスボスそこに誘導してボッコボコしてみようかな。よし。ふぅ。うわぁ、ケビン。まあ、一旦ついてこいでいいや、お前。あっちにも来てほしいし。来たくー。ほう。うわ、凍ってる凍ってる。これ建築だいぶ楽になるやん。うわ、これ冬の間にこっち建築しちゃってもいいな。あやすみ、一旦寝ます。ただ、冬やから、至るとっか来るぞ。来てるわ。うわ、おめらか。ええよ。おめらもマジ話ならんから。何匹来ても来て。あし。はい、強行域。もう一匹来てる？はい、ほい。はい、虫けら、オツでした。やっぱ冬はな、防御がむずいね、こっち。あ、お前も来てるのか。うん、ほいよ。無駄。はい、オツ。はい。あ、マジか。ミスった。え、ゴールドアーマーやん、こいつ。
え、こいつらもゴールド系装備できるんや。無駄。ほい。やめろ、お前、マジだり。ちょ、待って、それマジだり。ぶち殺すぞ、マジで。ほい。ここ。ああ、もう壊れちゃったんやんけ、お前。死ねよ。え、買った。何、何、これ、これ。来いよ。やっぱゴールドハマー系持ったやつら勝て。あとこいつも勝てな。やめろやめろ、お前。しんどい、お前。痛い痛い痛い。はい。はい。はい。で、次、お前。あら、やらかした。はい、おい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 。待って、これ食人がバカ強なってんねんけど。だってゴールドアーマーのとこ削れへんもん。ほら、頭、頭取れた。バカ防御力固まってる。いや、夏は快適やってんけどな。あいずみ、やっぱ寝れんか、こんな無防備じゃ。よし、あし。うわ、こいつもゴールドやな。族長が族長が細切れなんやけど。うわ、これこっちの拠点で過ごすの無理かも。寝らせろ。もうとりあえずもう朝にさしてくれ。まあ、そらそうなるよな、そらそうなるよな。いや、これマジだり。お前マジで殺すぞ。じゃあ攻撃できん。なんで味方同士で切り合ってんねん。ほんまに危ない。ケビンマジで切り寄った。はい、がったりな、こいつ。まあ、なんとか朝になれた。お前強えな。はい、マジ食人が硬くなってる。立て。よし、あ、お前か、お前のせいや。寝らせろ。もうまたかっぴらげて死んでる。削られてんな、これ。マジ一生無理かもしれん、寝るの、この家。冬場、逃げんな卑怯者、逃げんな卑怯者。やっぱチンコ打ち強いな。これ頭がバカ固なってんのよ、これ。こいつチンコ打ち、あ、手に刺さった。ケツ打ち、チンコ打ち。もうこいつ誰、もう腹立つ。寝させてくれ、マジで。これ寝れんの、寝れた。うわ、バカ、夜なってる。うわ、夜勤、夜勤やん、この生活リズム。お、9時起きやぞ、完全に夜勤やんけ。もう待って、えぐい、これ、マジでえぐい。見た、今のポケモンの群積取るぞ。いや、これえぐい数。え、やばいんやけど、数普通に。いや、お前ら一旦これで死ね、全員。うざい、うざい。いや、これ、これやべえ、マジで。いや、ゴールドアーマーの方がいいかも、これ。よし、金ピカ。これマジで。先回りする。ジャンプで避ける。よし、オッケー。誰が生きとん、もう分からへん。誰が生きとん。お前まだ生きとん？嘘やん。え、死んでる、これ。え、まだ生きとる。え、死んどん、こいつ。わからへん。なんなん、こいつ。え、さすがに死んでる。え、嘘やろ。あ、死んどったん。あ、ごめん。死んどったんや。さすがにおかしいよな。あ、ってことはゴールドアーマーさ、食人があんな勝てってことは、じゃ俺も通常武器ガードできるんじゃね。待って、まだちょっとアーティファクトの効果見たいんやけど。なんか家具を金色にできるみたいな見たんよな、してる人みたいなのおってん。だから多分それなんよな。ほらほら、そうなんや。金色にしたら耐久力上がったりすんのじゃない、普通に。だってさ、防具自体も耐久力上がるやん、金色にしたら。
ゴールデンアーマーになったら。つまり壁とかも強化できんじゃね。てかもう数が化け物みたいになってるから一旦まずいかも。ほんまに何もできん俺。さっきから何もできんぐらい敵来とんねんけど、これどういうこと。ほんまにこれなんかもう終わりがないんやけど、この敵のラッシュマジどうしたらいいんこれ。まず足をくじく。やばい、死ぬ。バカ死ぬ。これ一旦かメイン拠点帰らない。何もできん。一回ゴールドアーマーにしよう。これ体力削られるのきつい。あ、ゴールドアーマーじゃない、骨の鎧。あ、違うわ、不気味な鎧。やばいって数、マジで化け物やろ。いや嘘。えぎひよ、もうこれ終わられへん一生ゲームが。ほんまに尋常じゃない数来てる。それを全て刀一本で返そう俺。とりあえず死ね。いやこれ一旦メイン拠点帰りましょう。お姉さんの戦力がいる、さすがに。まあ、あいつ周雪山こもっとるわ。一旦ちょっと安心できるメイン拠点に帰ろう。これあかんわ。もうすぐ城に帰れる。もうあそこ以外俺の安全な場所ない。はっ、ここがえぐい、マジで。よし、オッケー。よし、あ、帰ってきた。はあ、明るい。寝よう。寝られんのか、そっか。で、これ屋根開いてる判定なってるから、寒いっぽいな。ここは？ああ、ちょっとあったかさゲージ回復してきたか。やっぱ、こもっと方がええねんよな。屋根が。ほんで、さあ、アーティファクトも。壁もできんのね。どこしよう。うさぎにできるぞ。うさぎ小屋がなるよな。やってみよう。おお、金色のウサギ小屋。へえ、できた。あ、これゲージが1個減ったな。あと1,2,3,4,5,6,7 回できるんじゃない。すげえすげえ。え、これもできるやん。ちゃんと見極めて使っていきたいな。もったいね。よし、一旦今日はじゃあ終わりましょう。ほら金色になってる。豪華やな。はい、終わりやす。皆さん今回もご視聴ありがとうございました。まあ、全クリはしたけど、まあ、まだ、サンズ・オブ・ザ・フォレストは、やることがいっぱいあるんで、やっていきたいと思います。以上、ゴリラスでした。バイビー。YouTube、Twitter、TikTok、フォロー。お願いします。